なんでか。治った治った。ねえ、なんでこのか。びっくりしましたね、なんかこの顔見て。いやー、すごい顔でしたね。まあ、本当に怖かったですね。もうこんな顔、こんな顔になったら困りますよね。原因はわかりませんが。あれ、大さん、こんばんは。大さん、こんばんは。本当にですね、時々こういうことがあってですね、まあ、いろいろハプニングがあって面白いですね、ハプニングがあってね。こんばんは、今日も寒いですね。なんか大寒波が来てるということで、明日ももっと寒いらしいですよ。ね、明日も寒いということで。昨日はですね、大さんがリレー配信してくださったんですが、私のまたミスでですね、第3の、URL を自分の URL を貼っちゃって申し訳ありませんでした。また今度気をつけますけれども、2回目ですね、間違えちゃいました、すいませんでした。また第3やるとき教えてくださいね。はい、あ、はい、ちょっとあれですね、一応今貼っときましたね、また間違えちゃう可能性があるのでね。今日は、まあ、まだあるかどうか知らないんですけど、とりあえずこれ第3の URL 貼っときましょうね。昨日間違えたので今貼っときます。はい、こんばんは。はい、ハレリア。それではですね、今日25日のレンドベアですね。今日のタイトルはですね、今日のタイトルは一人がとても大切なんです。イエス様はあなたに注目しておられます。一人がとても大切なんですね。これはどういうことかと言いますとですね、創造論と関係があるんですが、まあ、進化論というのは、人が偶然進化したということで、人の命というものが軽くなっちゃうんですね。人の命が軽い。しかし、神様が人間を作ってるならば、人間はとても尊いんだということですね。神様が尊いので、進化論が嘘というのはキリちゃんの放送で分かりました。アメン。神様が尊いということは、神が作った人間も尊いということですね。神様に似せて作られた人間、神様が尊いなら、神様に似せて作られた人間も尊いと、そういうことになります。で、今日はその一人の命の尊さ、一人の、人間は素晴らしいという、そういうテーマなんですね。世の中ですね、もう本当にこう人を人と思わないような、人間の尊厳がないようなね、こう人間をですね、こう虫けらのように扱うようなことがあると思います。これはですね、今ちょっと名前は出せませんが、こう刑務所に入ってるある人からですね、手紙が来たんですね。で、この手紙の中にですね、こう書いてあるんですね。ごめんなさい。ですね、その、まあ、刑務所でですね、私を犬畜生以下のように扱っているというような箇所があるんですね。非常にこの、認識されていないというですね。で、刑務所内で人間扱いされてないという手紙が来ておりますが、まあ、さっきこれ読んで私もちょっとですね、まあ、義憤と言いましょうか。まあ本当にですね、まあ、施設でもですね、病院でも、場合によっては病院とかですね、老人ホームでですね、人間が人間扱いされないような状況があります。世の中っていうのはね、本当に人間という存在がですね、あ、音が切れてますか。音が途切れちゃう。あ、すいません。どうして音が途切れちゃうんですね。ちょっと原因がすいません、原因不明です、許してください。
そのあれですね、例えば老人ホームの老人がね、このなんかいじめに遭ってるとか、まあ、学校でも職場でもそうですね、パワハラとかセクハラとか、結局ですね、この世っていうのは人間を人間扱いしていないという、皆さんもそういうことありませんか？人間扱いされないでひどい目に遭ってる方いませんか？皆さんもですね、この世でですね、家族の中でも、ね、仕事場でも、その人間扱いされてない人いませんか？この放送で人間扱い、いや、この放送は皆さん人間扱いしますから、大丈夫ですね。あ、手挙げてますね。そうなんですよ、人間扱いされてない方がたくさんいますね、人間扱いされてない方がたくさんいます。しかし皆さん、確かにこの世はですね、悪魔が支配していますので、この世には神様の愛がないですから、この世ではもうね、人間扱いされません。皆さん知ってますか？ネットはですね、ネットはさらにですね、こう死ねとかね、もう消えろとか、そういう悪い言葉でですね、ネットこそですね、匿名性があるから、そういう悪魔の言葉が出てきますよね。ですから皆さん、本当にネットこそですね、まあ、場合によっては傷つく場所ですね。ネットというのは非常にこう危ない世界です。でも今日いい話聞きましたよ。ある人の話なんですが、今度そのネットの中でね、匿名性をなくそうという、匿名性をなくして、やっぱりそういうコメントとか、そういう掲示板とか、それ全部ですね、名前とか住所とかがちゃんときちっと匿名性じゃないような法律ができるという話が聞きましたけど、それはいいことじゃないかなと思いますね。やっぱり無責任な発言ができないということでしょうか。それは大事なことだと思いますね。やはりあまりにもそういう、こう悪がはびこっているから、あまりにも無責任な発言があるから、まあ、国家統制は良くないけれども、しかしその、そういうね、例えば一言死ねと言ったら、もうそれだけでも犯罪だ。昔はね、平気だったかもしれないけど、今はね、もうそういう一言悪いこと言ったら、もうそれは犯罪だよと。だからだんだん天国っぽくなってきましたね。天国ってね、もうそういうことを言っちゃいけない世界ですから、まあそういう意味で私はですね、今日その話を聞いて、ネットの世界は非常に無責任な世界なんだけども、でも逆にですね、ちゃんとそういうふうに整備されたら、結局この悪いことができなくなる世界でもあるかなということで、ネットがだんだん規制、まあ、ある意味で言論の自由まで規制されたらちょっと困るんですが、ある程度規制があって悪いことができないようになったら、これはいいことだと思います。私は私の込みの掲示板をよく削除するんですが、今度ですね、そのコメントくれた人を削除しても、また今まで晴れたんですね。でところが、なんかこれからは掲示板でその ID 削除した人が晴れなくなるっていうのを聞きました。それから市場ですね、市場でとんでもないですね、商品をですね、やる人がいるんですが、それもですね、削除したら晴れなくなるということで、私にとってはもうこれは嬉しいですね、掲示板とか市場をですね、本来はそれが本当だと思うんです。当然ね、その削除できないということ自体がおかしいと思うんですね。だってその貼ってほしくない商品貼ってもらって困るし、そして嬉しくないコメントを掲示板に貼られたら困るわけでしょ。だからそれ当たり前だと思います。掲示板ね、嫌なコメントを削除したり、嫌な商品を削除するのは当たり前のことなんですが、その当たり前のことがやっとですね、ニコ生でできそうなんで、これからはですね、私は安心して
その削除してね、もう毎日削除しなくても済むように、一回削除したらもう OK と、そういう風になるんではないでしょうか。はい、それではですね、今日の、御言葉をちょっと読みましょうね。御言葉ですね。御言葉、まず1番目の御言葉ですね。これはマタイ18ですね。マタイ18、4節からね、4節から。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さな者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きな石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足両足揃っていて永遠の日に投げ入れられるよりはあなたによって良いことです。またもしあなたの一方の、目が、あなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。イエス様はですね、あの小さなもの、まあ子供は一番小さいですけど、その子供で、まあ、イエス様のところにこうね、こうわーって来た子供たちがいまして、弟子たちがちょっとあの子供はダメだよなんて言った時ですね、イエス様がいや、その子供たちを来させなさいということで、子供たちをあの引き寄せてですね、一人一人手を置いて祝福したというところなんですね。で、神様はその小さな子供を愛しておられて、で、この大事なのはこの6節ですね。私を信じるこの小さな者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きな石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。つまりこの小さな、ね、子供、またイエス様を信じる小さな者を、イエス様は愛しておられたということですね。あなたが、10節ですね。あなた方はこの小さな者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさいということですね。で、このね、あの手を切るとか足を切るとか目をえぐり出すというのは、これはね、あのもちろんこれは実際にそういうことを実行しなさいということではないですけど、イエス様がおっしゃったのは、その罪を犯して地獄行くならばね、罪を犯して地獄行くならば、あの手とか足を切るぐらい、目をえぐるぐらい、そのぐらいね、本当に罪を犯さないようにしないとダメだよということですね。あの罪を犯すならば、ね、地獄行っちゃうんだよ。だからもう罪を犯すならば、もう手を切るぐらい、足を切るぐらい、目をえぐるぐらい、そのぐらいね、深刻に考えなさいと、実際に手を切りなさいということではないと私は思いますよ、もちろんね。あのそのぐらい本当に深刻なことなんだよ、地獄に行っちゃうということは深刻だから、罪を犯している人は、ね、そのぐらい深刻にあのやめなさいということですね。ですから皆さんね、罪を犯している人がいるならば、本当に悔い改めてね、真剣に罪から離れる努力をしなさいということですね。
はい、もう一つですね、ちょっと御言葉を用意しているのでちょっと一緒にやりますが、同じ、マタイ18のとこ続きなんですが、あなたはどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探し出す出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さな者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありませんね。え、皆さん、羊が100匹います。でその100匹のうちの1匹がですね、迷子になっちゃった、ね、そしたら99匹を置いて、ね、1匹を探しに、出かけないではないでしょうかということですね。そしてその1匹が見つかったら喜ぶということですね。神様の価値観というのは、神様の価値観というのは一人一人が大事なんだよ。皆さん、こういうふうに思ってください。皆さん一人一人はその迷っている一匹 の、 羊だと思ってください。皆さんは、迷っている一匹の羊、ね、そして、イエス様が皆さん一人一人を探しに来ている、一匹一匹の羊を探しに来て、ね、一人一人の人間を愛しているんだ、一人一人を救おうとしているんだという、神様の心はすごいことなんですね。神様の心はですね、本当に一人一人に一人一人を救うことを願っておられる御心なんですね。99匹、正しい見つかっている99匹の羊を置いといて、たった1匹の迷っている羊を探しに行く、そのような一人一人が大事なんだ、一人一人が大事だということが今日のテーマです。放蕩息子の例えもあるんですけども、皆さん一人一人は、ね、神の目から見たら、非常にこう大事な存在です。皆さんがもし失われているならば、一人一人を救うためにイエス様は皆さん一人一人を探しに出かけておられます。そして皆さんを、ね、見つけるまで探します。見つけるというのは羊がイエス・キリストを信じるということなんですね。で迷っているというのは、まだその羊がイエス・キリストと出会っていない、イエス・キリストを信じていないということです。皆さんの中でまだイエス・キリストを信じてない方々は、迷える子羊とよく言いますが、迷ってる羊なんです。迷ってる羊なんです。イエス様と出会ってイエス様を信じた兄弟姉妹は見つかった羊です。見つけられた羊、ね、見つけられて、99匹の中に入ってるという、そういう人たちです。しかしまだイエス・キリストを信じてない人たちは、まだ見つけられていない、迷っている、ね、失われている羊なんです。ですからイエス様は皆さん一人一人をですね、探して、皆さんがイエス・キリストを信じるまで、探すお方なんです。そして一人でも見つかるならば、そこに大喜びがあると書いてあります。皆さん一人一人がとても、大切なんです。神の目から見たら皆さん一人一人がとても大事で、皆さんが悔い改めてイエス・キリストを信じた時に、皆さんがイエス・キリストを信じた時に天で大喜びがあるんです。イエス様が喜ぶんです。99匹の羊よりも1匹の羊が見つかった方が嬉しい、喜ぶというのが、イエス様の、その愛なんですね。ですから皆さん、
皆さんは、放置されているわけではありません。皆さんは、無視されているわけではありません。この世では人間扱いされない、この世では虫けら扱い、されていて、あ、この世では人間扱いされない、虫けらのように扱われ、無視され、ネットでひどいこと言われ、誹謗中傷言われ、ね、いじめられている、学校でいじめられている、会社でいじめられている、いろんな、社会でいじめられている、この社会の中で、イエス様だけは、イエス様だけは皆さんを愛していて、イエス様だけを皆さんを探しに来ていて、皆さんのところに来て、皆さんの心のドアをトン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 、私が来たよ、心のドアを開けなさい、心のドアを開けなさいと、イエス様は皆さんを探しに来ています。心のドアを、開けるようにノックしているんです。イエス様は皆さんの心を無理やり開きません。イエス様は暴力振るう方ではありません。イエス様は無理やり皆さんの心をですね、こじ開けることはしません。イエス様は、紳士です。イエス様は皆さんの心のドアをトン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 開けなさい、私と一緒に食事を しよう、私と一緒に食事をするからドアを開けなさいと、そのようにドアをノックしています。皆さんがですね、そのノックに対して心のドアを開くならば、イエス様が皆さんの心の中に来てくれます。皆さん、イエス様は一人一人を愛しているんです。なぜかというと、イエス様が皆さんを作り、皆さんのことをすべて知っているんです。皆さんがね、いじめられて悔しい思いをしていることも知っています。皆さんが、何か、暴力振るわれて痛い思いをしていることも知っています。皆さんが、寂しくてですね、一人涙を流している時も知っているんです。皆さんがですね、何かひどいことされて、怒って、ね、怒り心頭で、もう怒っていることも知っているのです。皆さんがですね、騙されて、本当に悲しんでいることも知っているのです。皆さんの心をイエス様は知っているんです。皆さんの寂しさを知っているんです。皆さんのその、ね、苦しみを知っているんです。誰も知らないでしょう、家族も知らないでしょう、友達も知らないでしょう、誰も知らない、皆さんの心を誰も知らないかもしれません。イエス様だけは皆さんの心を知っているんです。皆さんがどのように歩んできたのか、どれほどひどいことされたのか、どれほど苦しんできたか、イエス様だけは知っているのです。皆さんのことを全部知っているのです。全部知っているのです。小さい時から、もうお腹の中にいる時から知っているのです。イエス様は皆さんのことを全部知っています。ですから皆さん、安心してその心のドアを開き、イエス様を歓迎してください。イエス様は皆さんを探しているのです、見つけようとしているのです。ですから皆さん、ぜひイエス様に見つけられてください。イエス様に、このイエス様が探しているので、イエス様に声をかけてください、ね、イエス様、私はここにいます。イエス様、私はここにいます、見つけてください、見つけてくださいと言ってください、皆さんは見つかります。イエス様は、小さなものを愛します、昨日だったかな、おとといね、おととい、世の中弱肉強食で弱いものを無視され、小さいものが無視されるような世の中です、しかしイエス様は逆なんです。イエス様は逆なんです。弱いものを愛します、小さなものを愛します。虐げられて苦しんでいるもの、イエス様は愛されるのです。イエス様は、ね、本当に、この一人一人をご存知なのです。イエス様に見守れているということはとても幸せです。アメン。そうなんです。皆さんは知られているんです。人間は誰も分かってくれないし、
家族も誰も分かってくれないけれども、イエス様は皆さんの心を知っているんです。皆さんの心を知っているんです、ね、いつも知っているのです。ですから皆さん、皆さんのことを注目しているイエス様に心を向けるのです。ああイエス様、私のことを知ってくださってありがとう。私の気持ちを分かってくれるのはあなただけです。私の気持ちを本当に、理解してくれているのはあなただけだと、そのように皆さん、イエス様を認めてください。イエス様を認めてください。そうすればイエス様はもっと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 皆さんを愛してくれます。もっともっと慰めてくれます。もっともっと祝福してくれます。イエス様に心を開くならば、平安が来ます。喜びが来ます。イエス様の愛で満たされます。皆さんが心を開くならば、イエス様の愛が、ドバッとドバッと注がれます。皆さんの心がイエス様の愛で満たされます。イエス様の愛で満たされます。皆さん、そして皆さんがイエス・キリストを信じたときに、イエス様の愛を、イエス様を信じたときに、素晴らしい神の栄光が表されるのです。一人の人間が救われる。一人の人間が悔い改め。一人の人間が救われることは、なんと素晴らしいんでしょうか。なんと素晴らしいんでしょうか。もう、ね、それが神の栄光です。第3ハレルヤ。それが神の栄光です。神様の栄光です。神の栄光です。十字架によって、十字架によって人を救うためにイエス様は死んでくれましたが、そのイエス様が流した命が、イエス・キリストを信じる人の中に注がれるのです。十字架で、命が注がれました。その神の命が、神の命が、イエス・キリストを信じる人の中に流れて、その人が蘇るのです。その人が蘇るのです。イエス様の命を受けた者が、霊的に蘇るのです。失われていた羊が見つかるということは、その羊が霊的に蘇るということです。そこに神の栄光があり、そこに神様の、御心があるのです。イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つ。一人も滅びることなく、イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つ。これが御心です。皆さん、ぜひ喜んでください。皆さんは、そのように愛されている一人なんです。イエス様に知られている一人なんです。もう、すでに信じている方はなおさらです。イエス・キリストを信じている方はなおさら愛され、なおさら受けるのです。命を受けるのです。まだ信じていない方も、心のドアを開くならば、神の命が流れて、生き返るのです。新しい命で、蘇るのです。皆さん、そういうわけで、一人の人間、いかに尊いか。イエス様がおっしゃいました。全世界を得ても、命を損じたら何の得があるか。つまり、世界中の富ですね。世界中の富を得ても、本当の命がなかったら意味がないよという。ですね、本当の命があってこそ、とても素晴らしいことなんだよということですね。ビル・ゲイツがクリスチャンかどうか分かりませんが、ビル・ゲイツが大金持ちであったとしても、本当の命を持ってなければ意味がないよということですね。ですから大事なのは、イエス様を信じて本当の命を受けることです。全世界の富を得るよりも、永遠の命をもらうことの方が大事なんです。皆さん、ぜひ、そのようにして、まだ信じてない方
方は、心を開いて、見つけられましょう、ね、そして、信じてない方もイエス様に愛されていて注目されていますが、皆さんが心を開いて信じるならば、イエス様はさらにさらにあなた方に近づき、あなた方に注目し、見守り、助けてくださり、祈りを叶えてくださり、祈り、会話を、神様と会話ができるものになるのです。神と和解し、神と和解し、神と共に歩むことができるようになります。イエス・キリストを信じるということは、本当に素晴らしいことなんです。素晴らしいことなんです。人生が本当に、闇から光になるんです。闇の人生から光の中に入る人生、死の人生から命の人生になり、悲しみの人生から喜びの人生になるのです。アメン。アメン。アメン。それではですね、証しタイム行きましょうね。ちょっと待ってくださいね。証しタイムですね。今ちょっと見ておりますが、はい、それではですね、証しタイム行きましょう。今日は、ですね、一人がとても大切なんです。何証しタイム行きましょうかね。見つけられた証タイム行きましょうかね。イエス様に見つけられた証タイムスタート。イエス様に見つけられた証タイム。今日地震知らないです。お母さんからお金が振り込まれました。アメン。イエス様に見つけられて外に歩けるようになった。かくれんぼで見つけられた。友達ができた。地震が怖いです。大丈夫ですよ。生きる希望が湧いてきた。荒らすの、ニコ生荒らすのやめます。友人と仲直りができた。祈ったら涙が止まった。曇りが治った。AKB を見なくなった。クリスチャンの祈りで地震が起きなかった。72番やめれた。腹痛が治った。バイト受かりました。こっそり一人で、お祈りしていたらイエス様にお願いを叶えてもらいました。アメン。ベッドから起き上がることができた。この放送で韓国が好きになった。祈れるようになった。お祈りするようになりました。日本が好きになった。外に出ることができた。この放送で救われました。アメン。
人と話せるようになりました。この放送が私を救ってくれました。アメン。聖書に興味が湧いてきた。アメン。イエス様が好きになりました。のもりが治りました。就職できました。キューちゃんの言うことが信じれるようになってきました。アメン。自信が湧いてきました。就職できました。足が治りました。白血病がもうすぐ治りそうです。アメン。よかったですね。楽しく暮らせました。今日から娘とお祈りします。アメン。イエス様がいらっしゃることに感謝します。難病を克服しようとする友達に教えてあげます。アメン。愛は素晴らしいことが分かりました。アメン。脳卒中が治りました。自律神経が治りそうです。対人恐怖が治りました。パニック障害が治りました。心臓発作が治りました。この放送を毎日毎回家族で見ています。人生をやり直す勇気が出ました。主よ、リバイバルを早めてください。アメン。かっけが治りました。心肺停止から帰りました。毎日楽しいです。憎むことをやめました。もう少し生きてみます。皆様の祈りがイエス様に届きますように。アメン。今日から毎日お祈りします。イエス様に生かされていると実感しました。イライラしなくなって集中できるようになりました。お祈りするようになってたくさんの皆さんと出会えたことを感謝します。失恋の痛みが治りました。よかったですね。人の愛より神様の愛が大事だって分かりました。自分こそ神だという思いをやめました。アメン。福音を聞くことができました。争いが無意味だということを実感しました。野菜嫌いが治りました。自殺願望が治りました。アメン。よかったですね。楽観的になりました。
実家の寺を壊してキリストの教会にする決心がつきました。アメン。町田に住みたくなりました。命の尊さを知りました。神の啓示を受けることができました。僕も牧師になりたいと思いました。ぜひなってください。ぜひなってください。イエス様に共感しました。僕も実家を壊して教会を建てようと思います。アメン。キューちゃんの教会に行きたいと思います。来てください。仏教からカリスマに変わろうと思いました。アメン。牧師ってどうすればなれるんですか？成長するんですね。成熟するんです。クリスチャンの模範になればいいですね。クリスチャンの模範になれば牧師になれます。痩せることを決心できました。十字架、仏壇を捨てて十字架を飾ろうと思います。アメン。便秘が治りました。欲張らなくなりました。私の教会は東京町田にありますね。東京町田コミに貼ってあります。良い上司に巡り合いました。はい、来たい方はぜひ礼拝は日曜日の10時半がありますが、平日は連絡してきてください。はい、ありがとうございます。それじゃあ一応ですね、終わりにしましょう。はい、ありがとうございます。アメン。はい、ありがとうございます。それではファイナルメッセージします。ファイナルメッセージします。アメン。お金はいりません。お金はいりません。はい、お金はいりません。はい、皆さん、ファイナルメッセージです。一匹の羊をまあイエス様が探しているという話をしました。イエス様はもちろん全てをご存知です。全てをご存知で、その失われた羊を探しておられますが、もちろん全てをご存知です。そして、人間の方が、イエス様を知らないというか、神様を知らないんですね。ですから、イエス様が羊を見つけるということですけれども、実は羊の方がイエス様を見つけるという方が本当は近いではないかと思います。私も以前はイエス様を知りませんでした、ね、イエス様を知りませんでした、そして、イエス様と、出会うわけです。でも本当のことを言うと、神様は、あなた方が選んだのではない、私が選んだと書いてありますね。ということはやっぱりイエス様の方が見つけたということになります。もちろんもともと失われた羊はいるわけです。たくさんいるわけです。全部イエス様はご存知です。でもあえて見つけたというのは、あえて羊を見つけたというのは、その羊が救われる状況になったという意味ではないでしょうか。神様は救われる羊を探しているということでしょう。救われる羊を探しておられる。
人間の方はですね、自分がまあその何らかの形で例えば皆さんがこのニコ生に来てイエス様を知って、まあ、イエス様を信じるということかもしれません。しかしそれは、偶然ではなく、イエス様に導かれながら、イエス様にこのそのなんて言うんでしょうかね、イエス様によってこの伝道部屋に来たということでもあるわけです。ですから皆さんがこの伝道部屋に来たということは偶然ではなくて、イエス様に見つけられるような状況に導かれて、そしてイエス様を知ったわけです。しかしそのイエス様を知ったということは、イエス様に選ばれたということであり、イエス様に見つけられたということです。今度が非常に微妙で、その難しいところなんですが、とにかく皆さんがイエス様を知った、イエス様を見つけたというのは、イエス様の方が見つけたということなんです。イエス様の方が皆さんがもう救われる状況だということで見つけられたんです。だけど皆さんは、皆さんの側からすれば、自分がイエス様を見つけたんです。そして皆さんはイエス様を信じるようになりました。でもそれはイエス様が選んで、イエス様が見つけたということなんですね。ぜひ皆さん、イエスキリストを信じる人たちは、イエス様に見つけられたのです。イエス様に見つけられたのです。そして、まだですね、皆さんがまだイエス様を信じてない方は、今イエス様が導こうとしてね、見つけられようとしているんだということです。今世界に70億人の人間がいます。70億ですね。神様は一人一人をご存知です。そしてその一人一人を導いておられるんです。すごい方ですね。で、一人一人を愛しておられます。皆さんもその中の一人です。そして、その神様は一派一からげに物事を考える方ではありません。一人一人、イエス様はご存知なのです、ね、皆さん一人一人が尊いのです。皆さんは神様に似せて作られた存在です。一人の人間がいかに尊いか、いかに大事か、とても大事なんです。世の中ではですね、一人の人間をそんなに重要視しませんが、私たちは一人の人間がいかに大事かということを学びましょう。さっきの御言葉にあったように、最も小さな、私を信じる最も小さなものを受け入れるものは私を受け入れるのです。一人の人間がとても、尊いということです。特にイエス・キリストを信じる最も小さなものにしたことは私にしたことだという。皆さん、隣人を自分のように愛する理由が分かりましたか？隣人を自分のように愛する理由はここにあるんです。一人の人間が尊いから、一人の人間が大事だから、一人の救いが大事だから、私たちは隣人にいる一人一人が、自分のように愛するほどに、自分のように愛するほどに一人一人が尊いんです。皆さん、これ大事なポイントです。大事なポイントです。いいですか？一人一人が尊い。皆さん一人一人が尊くて、自分も尊いですが、しかし私たちのそばにいる、ね、そばにいる一人一人、隣人ですね、自分のそばにいる一人一人が自分を愛するように愛するほど、イエス様が十字架で私たちのために死んだほどに、私たちも自分を愛するように隣人を愛するほどに、隣人は尊いのです。皆さん、人間一人の存在がいかに大きいか、人間一人の価値がどれほど大きいのか、ね、そのように皆さん、世の中の価値観と全く違うんだ。世の中の価値観と全く違う。世の中の価値観は本当に人間を人間と思わない。人間を人間扱いしない。虫けらのように扱う。もう、その、
重労働させる、ね、使い捨てにする、もうその、いじめの対象にする人間をですね、もう本当に、尊ばない人間を愛さない世の中です。しかしその中で、イエス様は、たった一人この世に来て、神の愛し方を十字架で模範を見せてくれました。十字架は模範です、ね、十字架は罪人のために死んだという模範です。ですから皆さん、兄弟姉妹の皆さん、私たちもイエス・キリストを信じる者として、神の子供として、イエス様の弟子として、クリスチャンとして、イエス様が一人一人を愛したように、イエス様が一人一人を愛したように、私たちも一人一人を愛そうではないでしょうか。隣人を自分のように愛そうではないでしょうか。一人の命が尊いということをよく理解した上で、私たちは一人の人間を無視したり、一人の人間をないがしろにしたり、一人の人間を憎んだり、嫌ったり、毛嫌いしたり、一人の人間に愛を示せなかったことを悔い改め、私も悔い改めます。私も、一人一人を本当に、愛してこなかった。一人一人を本当に、十分に愛してないということを悔い改めます。ですから、兄弟姉妹の皆さんも、ぜひ、今日もう一度悔い改めて、隣人を本当に、神の愛で愛するほどに、大事なんだ。一人の存在、一人の人格、一人の人間がいかに大事か、忍耐して寛容になり、礼儀正しく本当に愛を示すような対応をするように悔い改めましょう。ぜひ皆さん、イエス様が教えてくれた愛し方です。イエス様がされた愛し方です。私たちもそのように、家庭において、学校において、職場において、ネットの中でも、そのように愛を表す生き方をしようではないでしょうか。皆さん、チャンスです。私たち生きているということは、そのように、今まではできなかったけれど、これからはその神の愛で、人を愛せるようなことができるチャンスですね。朝起きた時に皆さんこう思ってください。朝起きた時に、今日も誰かを愛せる、今日も神の愛を表すことができる、今日も本当に、スマイル、笑顔を見せて、誰かを励ますことができる、今日もそのように神の愛を表そう、今日も誰かを愛そうと、そのように祈って、朝起きてください。私たちが生きることは、そういうことなんだということです。私たちが生きることは、お金儲けするために生きるのではありません。快楽を楽しむために生きるのではありません。神の愛で人を愛することが生きることなんです。神の愛で人を愛することが生きることなんです。生きる意味なんです。人生の意味なんです。アメン。アメン。アメン。それではですね、招きをします。今日の、話を聞いて、そうだな、そのようにできたらいいな、そのように、隣人を自分のように愛せるようになったらいいな、自分にはそういう愛がないけども、イエス・キリストを信じたら、そのような愛がもらえるならば、イエス様を信じて、そのような愛が欲しいなと思う方、神の愛で、本当に人を愛したいと思う方、失われた羊、一匹一匹を愛したい、苦しんでる人を愛したい、悲しんでる人を愛したい、悪い人でさえ、敵でさえも愛したいと思う人、アメンと言ってください。アメンと言ってください。アメンと言ってください。愛せる人間になりたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。素晴らしい、素晴らしいです。皆さんがこれから人を愛せるようになります。
これから皆さんがですね、失われた羊をですね、探しに行けるようになります。皆さんは見つけられたのです。イエス様に見つけられたのです。皆さん、喜んでください。喜んでください。そして今度は皆さんが見つける番です。見つける番です。お祈りします。天のお父様。あなたが本当に私たち一人一人を探しに来てくれました。あなたがいつも導き教え、私たちの心のドアをノックしてくれました。トントン、トントン、トントン、トントン。私たちは、鈍くて、甘の弱くて、いじっぱりで、なかなかドアを開けなかったです。ごめんなさい。イエス様、あなたは忍耐強く、忍耐強く、私たちの心のドアをノックされました。私たちは、やっと、やっと、やっと心のドアを開けて、あなたを心の中に、迎え入れることができました。今、アーメンと言った方々を救ってください。アーメンと言った方々の罪を許してください。彼らの心の中に来てください。彼らの心の中に来てください。彼らと共に食事をしてください。彼らの心にあなたの愛を注いでください。あなたの愛で満たしてください。あなたの愛です。本当の愛。永遠の愛。すべての人が必要な永遠の愛。その愛で満たしてください。満たしてください。満たしてください。そして、リスナーの方々があなたの愛で隣人を自分のように愛せるようにしてください。これからは、人を愛する人生です。人を愛する人生です。イエス様が愛してくれたように、私たちも愛する人生です。愛せるように満たしてください。愛で満たしてください。隣人を愛します。嫌いな人を愛します。憎んでる人を許します。親を愛します。兄弟を愛します。イエス様どうぞ、リスナーの方々を祝福して、愛せるようにしてください。新しい人生、素晴らしい人生にしてください。感謝します。日本が神の愛で満たされますように。多くの人が神の愛で愛されますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さんありがとうございました。皆さんがそういう決心をですね、してくれたことは素晴らしいことです。本当に神の愛がなければ、社会は、良くなりません。神の愛がなければ人生良くありません。私たちは神の愛の中に生きるのです。そして神の愛があると人間関係が良くなります。ね、明石タイムの時にも皆さんが言ってくれたように、優しくなった。人間関係が良くなった。ね、家族にと良くなったという、ね、その神の愛がとても大事なんです。祈りましたから。皆さんの心の中に神の愛が満たされてきました。皆さん、神の愛がキーワードです。神の愛を求めてください。神の愛で、人を愛せるようにしましょう。ね、愛のない人生は虚しいです。愛のない生活は虚しいです。しかしこれからは皆さんは神の愛の中で生きます。神の愛で生きます。神の愛で生きます。皆さん、喜びましょう。そのような人生ができるんです。今までできなかった。素晴らしい人生が生きることができるんです。イエス様のおかげです。十字架のおかげです。神の愛で行きましょう。神の愛で行きましょう。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。シャローン、シャローン、おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン、アーメン、アーメン、アーメン。アメン、シャローン、アメン、ハレルヤー、アメン。